氷河は掃除球での戦いの最中、ジェミニのアナザーディメンションにより異次元へと飛ばされてしまう。しかしシュンがジェミニを倒したことにより異次元から抜け出ることに成功する。氷河が落ちたのは第7の球、ライブラのゴールドセイントであるローシが守護する天秤球だった。そこで氷河は懐かしい人との再会を果たす。その人物こそアクエリアスのゴールドセイントカミューであった。指定対決、氷河よ、私がこの無人の天秤球まで降りてきたのはお前を力ずくでも止めるためだ。それでも進むというのならこの私を倒さねばならないのだからな。それはできません。我が師とも言うべきあなたに剣を向けるなどこの氷河にはできない。相変わらず幼さの抜けんやつだ。ならば剣を向けられるようにしてやろう。なんだ、まさか、マーマが遠ざかっていくのがわかる。マーマの船が沈んでいく。海底の一番深いところへ、あそこに落ちてしまったらもう誰も近づくことはできない。マーマ、何も持たないこの氷河にとって唯一残された大切なものだったのに、それをなぜ。黙れ。死んだ人間にいつまでも涙を流している。お前の唯一の弱点を断ち切ってやったのだ。それが悔しければかかってくる。いくらあなたであっても許せない。来い氷河、真の闘気というものを教えてやろう。あなたから授かったものすべてをぶつけ、カミュー、あなたを倒す。レディーバーン。ブラガそれだけか。それだけか。無駄なことだ。カリッツォ。行くぞ。その程度
その程度無駄なことだ。その程度動じることに。それだけハリソハリソその程度無駄だ。その程度カリッチョ、カリッチョ、ダイヤモンド。それだけか。やっオールマイティキュートン。カリッチョ裏だ。どうだ、キグナスの闘技は身に染みたか。この程度ではこの先どんなゴールドセイントと戦おうか勝負は見えない。ならばこの私が引導を渡してやろう。何、両腕のパーツがズガメの形に。喰らえ、アクエリアス最大の剣オーロラエクスキューション。今のコスモは、そんな…ヒョウガー！シリュウ！セイヤ、お前も感じたか？ヒョウガのコスモが一瞬大きく弾けて、その後、完全に消えてしまった！まさか…ヒョウガの命が燃え尽きた！許せ、ヒョウガ。お前がこれ以上進んでいったとしても必ずや他のゴールドセイントによって倒されていただろう。だが他のゴールドセイントに殺されるよりはせめて死とも言うべき私の手で葬ってやりたかった。ヒョウガ、最後にお前のために棺を用意しよう。その氷の棺はいかなることがあっても溶けん。お前の肉体は永遠にその棺の中で朽ち果てることはない。魂は天に昇ってもこの無人の天秤球で永遠に。さらばだ、ヒョウガよ。セイントセイヤ、生と死の狭間で君はコスモを感じたことがあるか。